こんにちは。今日はちょっとパリはすごい雨で、びしょびしょなんですけれども、今から私の10年以上仲良しのお友達のとっても素敵なお家のルームツアーをさせていただこうと思います。では行ってきます。これかな、ね。私の友人のアミラスです。ちょっとアミちゃんが私のコラボバッグを試してくださっています。かわいいね。そうなの、絵になるわ。かわいい。私の友達のアミラスです、うん。台湾出身だよね。台湾出身です。台湾出身なんだけれども、素晴らしく語学が堪能で、フランス語、英語、日本語、中国語ですか？ですね。4つも喋れるという私 の、 大学時代からのお友達ね、はい。で、今私のサロンにも入ってくれている。そう、最初から入ってて。ありがとう。ということで、アミちゃんは、この素敵な街パリでセレクトショップをやってるアミちゃんの、お家を今日はちょっとルームツアーさせていただこうと思いますので、よろしくお願いします。ここエントランスですね、はい。これはなんか全部こう素敵なのになってるけど、これは何かつけてるの？これがね、なんていうの、香港の方が、立ち上げたデザイナーのスタジオで、インテリア系のものを作ってて、ですっごい見た目は丈夫なんだけど、すっごい軽いんです、あ、そうなんですね。ここにコートとかバッグをかけられるようになっている。このスツールはヴィンテージ？あ、ヴィンテージかな、ルボンコアン、うん、で買ったんだ。そうそうそう、確かに60ユーロ、10ユーロとかで。すごい、そう、すごい安い、本当だわ、はい。そうなんで、これは、ここに置いてこう、バッグに、本当に家に帰った時にとりあえずバッグとかをここに置いたりとか、ここは友達のビルセイユにあるマルシェ、店じゃなくても本当に住んでいる方が行くところを紹介してもらって、その千葉にこんな格好が売ってるところで、フランスで全部手作りなんだけど、そんなに高くなかった。あ、そう。そう、なんかそう40ユーロだ、50ユーロとかそういう値段で。すごい。そう、可愛かったんだ、ゲットした。お買い物上手だ。ではじゃあ、ここがエントランスで、はい、そちらがサロンですね。すいません、多分今車めちゃがちょっとできた。車めちゃができた。はい。素敵。そちらにちょっと行きましょう。なんて絵になるんでしょうか。すごいね。私も作れない。アミちゃん、いつもここで私のレシピ作ってくれてるよね。パスタのみ。他はまだ作れない。茶碗蒸しは成功したことあって。茶碗蒸しね。茶碗蒸しって3回、そう。成功して美味しかった。ありがとう。確かにもう、パスタは今ちょっと美味しいんじゃないかなって。美味しかった。なんかキャンドルもすごい、マドレーヌのキャンドル、そう、マドレーヌで、ルメールとのコラボのもので、コラボがあるんだ。そうそう、素敵ですね。香りがしてて、うん、もうぴったりだわ。マドレーヌのお店とルメールの店でしか売ってないっていうコラボです。ここがサロン。ここがね、本当アパート買ったのがもう10年近く前かな。そんな立つんだ。そうで、最初買った時は本当に、ここにも壁があって、ここにも壁があって、なんでドアドアって感じだったんですけど、じゃあここの壁を取っ払ってキッチンとつなげたんだ。で、トイレを大きくしたんです。あ、と言っても狭いんですけど、そう、で、シャワーしかなくて、これも作りたかったんだけど、サウナも作りたかったんだけど、サウナも作りたかったんだけど、シャワーのみです。サウナなんてあったらみんな来ちゃうもんね。そこにね、サウナ作りたかったけど嫌いました。そう、すごい素敵。こっちがリビングっていう感じだよね。そうですね、リビングね、そうね。で、こ
お食事するのとかはこっちが多いの？どっちもあるね。なんか朝ごはんそっち、すぐできちゃうから。そうだね。そう、すぐ食べれて、うん、もうまあ洗えるしっていう感じ。うんうんうん、でもディナーの時はね、もうちょっとここで、はい、これもコロナの時に買ったテーブルなんですけど。このテーブルはシャミラスに聞いたよね。これのこと。そう同じの欲しいって思って。子供にはちょっとね、子供には難しい。そう、コミットなんで、ね、商品とかもうこうしたら、もう絶対染めますんだし、ね、醤油こぼしちゃいけないなんて、ね、赤ワインとかも ね、そういうのは絶対なんかなるんで、うん、そういつかの夢にしときます。子供が大きくなったら買うわ、同じの。そう、でこのテーブルは、そうだね、教えて、なんていう方は。フランス人のアーティストさん、女性の方で、カリュジュブー、あとでスペルをお願いします、はい、送ります。そう、カリュジュブーというフランスのアーティストさんが、コンクリートベトンで作ったものなんです、すっごい重たいんですよ、うん、すごい重たそうなの。キックしてもキックしても動かない。どうやって搬入したの、これ。二人の募集が来て、エレベーター、あ、エレベーターに、そうそう、あのエレベーターが入った。ここと下は外せるんで、そうなんだ。2パーツになっていて、でそれで完璧、それにちょっと微調整をしながら、うん、この角とかいいとかとか、ここで OK みたいな、そういうサービスを本当に人生初めて、こういうギャラリーで買うのがそういうサービスついてくるんだって知らなかったんで、ね、普通に運べないもんね、この普通にテーブルだけ欲しかったんで、ね、別にギャラリーで買う予定はなかったんですけど、ずっと探してて、これがすっごいポイントになってて素敵だね、この空間の、このライトも、これもね、これ和紙みたいな感じ、これコクンっていう、はい、それでも和紙じゃないんですよ、結構和紙より丈夫っていう、本当だ。そう、これもね、ヨーロッパでよく使われてるアンティークのオークションのサイトで、これイタリアのアンティークで買ったんです。イタリアなんだ。そうそう、この子はイタリア。なんかちょっとさ、アジアティックな感じの。そうだね。で、この子がギャラリーで、展示用で作られたものなんで、モデルエクスポジション。なんで、本当は石はくっついてもあるの。あ、これくっついてる。そう。天神にこの3つはもう本当にそのまま、これ全部くっついてるんだね、これにね。そう、それで買っちゃったんですよ。キッチンがすごい素敵、まあ、そんなに広くはないけど、私もそんなにいろいろ作らないしあれそう、でもパスタね、作ってくれてる。パスタと茶碗蒸し。そう、パスタ作ります。あ、そこも電気がつくんですね。電気がついてて、あれなんていうの、換気扇。そう、がここに、まあ、ぐっと換気してて、この、一応、お湯を沸かすやつ、お湯を沸かす？あ、はいはい、ボイラーが入ってる。そう、お花とか、すごい綺麗。そしてちょっと結構もちっちゃいんだけど、ほんとだ、ここが面白いかな。ここが収納になっているのがガラス棚になって、あ、この IH がとっても薄いので、うん、ここがすごい使いやすい。 IH の下に収納になってるんだ。そう、なんかすぐいろいろ出せて、で、水切りのカゴ、あの食器の水切りカゴ、これも可愛い。これモノプリ？モノプリで買ったんですよ。信じられない。いいものあるんだよね、なんか言ったら。だってモノプリだったら数十ユーロってことでしょ。そういうもんだよね、20ユーロとか。持ってないんだけど、この色は。すごい素敵、本当はもう一個買いたかったんだけど、売ってない。すごい素敵。モノプリいいものありますよ、多分。パリのショーパーの中でモノプリが一番こうオリジナルグッズが可愛いと思う。子供の洋服とかも可愛いし、子供の洋服、可愛いよね、素敵な。で、この照明も可愛いね。これとこれとこれとこれ、あとそれとこれも全部別々で買って、全部別々で大変すごいよ、すごい。最初そんなに考えてなかった。可愛いのがあって、可愛い、できた。この床のタイルは、そうだね、アミちゃんが選んで貼ってもらった。そう、フォトショップで、もう本当に色まで1,2,3って書いて、こういう組み合わせをお願いしますって書
書いて指定して、はい、あそうなんだ。やっぱキッチンはウッドだとね、うん、ちょっと、うん、あの店とかこうするときは大変かなと思って、うんうんうん、だからキッチンだからタイルにしたいんだけど、うん、やっぱキッチンと今サロンって同じ鏡あるんだけど、うん、区別したいっていう気持ちもあって、うんうんうん、なんでまあそこなんていうのこういう感じで作ってもらって、うんうん、仕切ってるのね。そう、ちょっと形はこんなイレギュラーな感じで作ってもらってるんだけど、うんうん、まあ一応ここキッチンだよっていうのを。なるほど。そう、このバスケットも素敵だね、すごい。収納です。うん、これすごい素敵。ダイソンとか、もう本当に雑なんだけど、もうダイソンのもう本当に掃除機とかいろいろ、もう全部ここに仕込んで。これはアジアのもの？ザラホーム。そう。あとまあ、すごい、そんなに縛らないから逆にもう充電されまんまで収納できちゃう。もう、アミちゃんのこのアミラスの選ぶ力がすごいです。もうこれはなんか台湾とかのアンティークショップで買って持ってきたみたいに見えるよ。ボロボロなんだけど、うん、7年とか8年も前買って。すごい素敵。サイズがね、すごい、すごい素敵。これは最近のこの方の、これはまた別の作家のものです。エスターちゃんっていう、なんか国際の波に見えるんですけど、本当は長女、長女の葉っぱっていうの、長女の羽、そうそう、羽、うん、そう、うんうん、をイメージした。そう。なんだ。なんか水と油の特性を使ってこういう柄が出て、うんうん、で羽の穴、確かに水と油を、こういう特性を使ってこういう柄を作ってて、うんうん、でそこがイタリアの大理石の粉、うん、でこういう立体感を出して、で一番下にこういうちょっと茶色っぽい色がね、うん、本当は彼女が毎回絵を描く前には、うんうん、一番最初は台湾のお茶を作って、うんうん、それをティータイムするんです、うん、お茶染め、うん、お茶染め、うん、それをなんかアメリカ人ですけど両親がこのオリジナルは、うん、台湾なんで、うん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 、自分のルーツっていうのもあって。なるほどね。そうなんです。こっちも見せていただいていいですか、うん、すごい素敵だよね。素敵、うん、これは照明は、照明は、うん、タチロっていう、うん、もうイタリアですかね、ガラスでできていて、へえ、素敵素敵。まあ、シーマフェイスからつながってるんですけど、あ、柔らかいわ、うん、ちょっと弱くしたりとか強く、うん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 、なので、すごい柔らかい、いい光だね。これはいいです。友達の、そう、もらったやつです、うん、香りがね、これ、うん、リブフラグランスなんで、本当はあのガラスにこういう草みたいなドライしたものに、うんうんうん、まあ、just drop a few drops、うんうん、and then it will diffuse for a bit、うん、これはディプティクの PR の方にいただいたもので、うん、ローパピエ、そう、なんかこれはヒマラヤの山をインスピレーションを受けたブランドです。ヒマジョモっていう、初めて見た。そう、これ結構新しいブランドです。見てもいい？あ、使ってもいいね。あ、本当？そう、ヒマジョモ、いい香り、すごいいい香り。アミちゃん、アミラスを感じる香りです。今日はこれを使ってます。寝室にお邪魔してよろしいでしょうか？ここが寝室ですね。お邪魔します。あ、かわいい、なんかアミラスといつも一緒にいるぬいぐるみが置いてある。渋谷ガールあれ渋谷ガールっていうの？渋谷のディズニーストアで買ったんで、渋谷生まれなんですよ、あの緑の。あれディズニーなの？ディズニーなんですよ。リロアンステッチの中で多分1秒しか登場しなかったキャラクターが。レアキャラね。こっちにお洋服が、一番最初はこれしかなかったんです、アキラのもので、今持ってないやつなんですけど、これは穴開けなくてもいけるんだ。そう、そのまま使えると思って買ったんだけど、うん、一番最初引っ越してきた時に使ってて、うん、もう10年以上くらい使ってて、やっぱ足りないと、やっぱそうだよね。そう、足りなくなっちゃって、収納がもっと欲しいなと思って、うん、本当はそこにも壁もっともっとあったんですけど、うんうん、その壁をあのもう本当に壊してもらって、うんうんうん、このクローゼットをオーダーメットで作ってここからも開けられて、まあ、部屋からすぐ着替えるし、うん、あとこっちからも、うんうんうん、さっき、まあ、
もあげられる。あ、そうなんだ。つまり、まあ、家に帰ってきたら、まあ、すぐコートは。あ、確かにね、さっきそっちからもかけてた。で、そのアミちゃんの横にある扉？あ、そう。は何？扉なんですよ、普通の扉。開けたら、もう玄関に、うん。あ、玄関に通じてるんだ。あ、なるほど、なるほど。あとはあれですね、トイレ？バスルーム？そうですね。はい、お願いします。ここがバスルームですね。はい。お邪魔します。あー、なんかフランスじゃないみたいに、フランスじゃないみたいなあれだけど、あの、こんなさ、お風呂がさ、こんなに綺麗なのってあんまりないよね。やっぱり、ちゃんか。うん。暗くない？これは大理石？うん、タイルです。タイル。そう。でもなんか石みたいに見えるね。そう、なんかコンクリートの色をしたタイルにしてもらったんです。うん、へー。お風呂の中のシャンプーとかそういうものまで全部アミちゃんは素敵だわ。うかです。うかです。うかですね。うか。あー、本当にすごい。全部が素敵ですよ。なんか、結構パリのトイレとかって古いの多いけど、やっぱリノベーションしてるから綺麗だね。リノベーション、そう、トイレだけは絶対、うん、そうだね、したいので、うん、だってパリの前は東京だったんで、うん、ワシュレットは絶対いると思って。ワシュレットついてるの？あ、これ、そう、スペインのブランドね。それでも結構高い。ワシュレットは多分こっちだとね、3000ユーロからのが普通。3000ユーロか、すごいわ。1万ユーロと考えたらまあいいんじゃないか、うん、そうだね、そう、そうだね。先ほどのアーティストの方の作品、これまた別です。あ、これ作家の方のものわかんないですよね。あの、うんうん、本で、うん、友達からいただいたものです、うん、そう。ここがアミちゃんのスキンケアグッズ。そうだね、アミちゃん超お肌綺麗なので、毎日使ってるものはそこです、うん、もう本当にリピートしているのはスックのマスクです。スックのマスク、これがね、もう本当にいい、これだけでもう十分、もう夜これで、本当、うん、朝も時間かかったらこれだけで、うん、もう他に何もいらないですよ。洗い流さないってこと？そう、洗い流さない。あ、買います、うん、ちょっとあのベタつくんだよね、慣れるのはちょっと時間かかるんですけど、うん、これが保湿力がすごく高くて、うん、そうなんだ。もう本当にこの一本だけでここ全部いらないかっていうこの一本、これも多分 3,4 本リピートして結構長持ちするんで、これ買っちゃうわ。そう、これ一本だ、私だったらもう4ヶ月半年まで使える。本当、そう。先人がこれだけ、うん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 、これがあのエンっていう、うん、パリの日本のブランド。あ、そうなの。日本製なんですけど、あの、うん、ショッピングしに行ったら、うん、セールスの方がすっごい綺麗なマダム、日本人の方がいて、うん、なんか彼女もこれ使ってますよ。しかもこれを使ったら、まあ、メイクをどしどし使うんですけど、洗顔はいらないっていう。あ、へー。なんでこの1本で終わる。あ、そうなんだ。クレンジングこれとこれで終わり、はい、マスカラだけはね、ちょっとこんな の、うん、あのウォータープーフなんでこれを使って、うんうんうん、そう、落としてるんですけど、旅行の時はもう本当にこれとこれプラスこれで十分。なんかさ、あの選んでいるこういうスキンケアのものまでアミちゃん の、うん、あのお部屋に馴染むものだね。だって商品そんなにブランドめっちゃいっぱいありますから、その中にも必ずパッケージも可愛くて、うん、いい商品が絶対あると思う。なるほど、なるほど。あの、刺激になります。はい、じゃあ全部撮らせていただきましたけど、ありがとうございました。リサちゃんが来てくれるのがそれは嬉しかった。ありがとうちょっと緊張はしたんですけど、こんなに素敵なお家を見せていただいて本当にありがとう。ということで、おしまい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 にしましょう。ありがとうございます。バイバイ。みんなでランチをします。一人いくらだっけ、これは。3000円?99.9 ユーロだったら3500円ぐらい